クリスチャンヒップホップとは、ラップのジャンルの一つである。別名、ゴスペルラップ、クリスチャンラップとも呼ばれる。1980年代、オールドスクールヒップホップが流行していたシーンに登場。85年のスティーブン・ワイリー、バイブルブレイクがそのルーツとされているが、メインのラップシーンでは、全く注目されなかったキリスト教徒人口が少ない、日本においては、注目を浴びることは、 ほとんどないが、口述するレクレイなどは、アメリカ本国のクリスチャンの間で人気がある。また、カニエ・ウェストなども神を賛美する内容の楽曲を発表しており、それらの楽曲も、抗議のクリスチャンヒップホップと解釈する場合もある。ギャングスタや性的逸脱などと結びつけられがちなヒップホップにおいて、聖書やイエス・キリストの教えに基づいた教訓が含まれており、 全体的に道徳的な歌詞が多い。また、過去に犯した犯罪を神に懺悔する歌詞や、犯罪に走るギャングたちへ構成のメッセージを込めた歌詞なども存在する。代表的なアーティストとして、これまで3度のゴールドディスクを獲得している、トビー・マックなどがいる。レクレイなどは、サザンヒップホップ・プレイ名機から活動しており、有名ミュージシャンとの共演も多い。その他にも POD、 マナフェストなどのアーティストがいる。almusic.com l ありがとうございます。